がここにいますよ。ちょっと失礼しますよ、新米コシヒカリだぜ。わ、香りがすごい。いただきます。早く行けよ。もうね、これだけでうまい。甘い、うまい。あったこれ、うまいな。甘い。なんかこのままいっちゃうと怖いな。みんな食べて。マジマジ、ちょ、ね、おいしい。これからお風呂、社長お風呂今から行って大丈夫ですか。うまい。もう時間通り過ぎてる。あっ、延長は、うまい。お風呂明日にする。うん、秋の虫とか虫が鳴き始めたから。まあ俺も朝早かったしな。何時から来たの。6時集合は6時違うよ、出発6時だから。集合5時45分ですね。早くなりました。フルさんと来るキャンプもすごく楽なんだよね。ノグと来るキャンプが一番楽かもしれない。1から10なの。うん、俺座ってるだけでいいんだもん。後先考えて巻きくべよ。楽しそうだな。おい。朝6時です。羊じゃどこに。あ、違う。これ絶対朝の焚き火じゃないよな。おお。でもさ、生地この形だからさ、巻き入れてみたくなってる。
怒られるわ。だってあげるだろ。全てを取れ高のために生きてるんだ。やめなさい。自分のために生きなさいよ。ヘアヌードって言ったらゴリラと一緒じゃん。あれヘアヌード全身じゃん。やめろ、そうやって大量の濃い人の悪口言うのやめろよね。はい、そんなことは。いや、そんなことは。あなたゴリラじゃないでしょ。あちちち。お。お。うん。そして。もういいじゃない。タコもうちょい入れとくか。入れよ。あ、まあ、でも牡蠣も行くよこれから。ね。見えない。これうまそうなんだよな。あれバターなかったっけ？あるよ。ちょっとだけね。これいいですか？うん。すぐに帰りました。あ、保証ありますよ。ブラックレイズ。あ、いいっすね。ノグ。シシャモ。シャモ？シャモ。どれ？シシャモ食って。やばいぜ。これうま。もうどうよ俺の。バカ野郎。はい、あ、うまっ、うまっ、これやばい、これやばいな、うまい。あっちこっちでなんかいろんなこと言ってかまぼこは安定だからね。シシャも取ってくるよ。シシャも取ってくるよ。ああ、取ってくれた、ありがとう。意外と復活が早かった。ああ、そうなんだ。そうだね。復活に行ったことだよ。これ超うまい、これ。ああ、やべえ。はい、牡蠣です。牡蠣です。タコくん、タコの燻製です。いただきます。いや、すごい。わ、すごい、スッと入った。うん、途中とかにシャリッとですね。あれってホクホクだね。いただきます。
はい、しおみさん。はい。あの石本ミッドナイト工場です。あ、うちの専属。で、これをじゃあ水取らないで今取る椅子に座ったらいいよ、ね、こいつ取って今丈夫だぞ持ちつけばいいんだよ餅つきつくか面白い餅つきでも面白そうだ餅米持って蒸して怒られた。はいはい。パパさんたちこっちに。パパさんたちこっちに。聞いちゃいねこっち見ろこっち見ろこっち見ろになったじゃあここは親戚だから大丈夫じゃあ大丈夫言えないさあ行ってみようよいしょ足りないナイスさんいい頑張れよいしょ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 ダメだよ、腰入れて歌ってば、はい、腰いってんだよ、もう腰入ってねえよえほっ、いたほらよいしょあこの演劇のじゃいいかないいよはいまあ、よいしょおまあ、ただあずくぐんないよおわがんねんの、邪魔だよってはいよいしょよいしょえあ、そうなんだこうあ、ごめんなさいあの、一回くらい当てて大丈夫いやいやいやこうね、あおそんなに山に育ててねえいや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 よいしょ難しいよいしょよいしょ落としてる落としてるねだからよいしょ余計な力がいらないんだねお、上風さん、ちょっと筋いいねなんか裏筋バッチリほら、ブレるじゃないかいやー、もうなんかテンポが速いいいね、いいねあの、長野有名の餅屋の高速の餅屋あー、痛い痛い痛いなんか、上りが餅屋よいしょよいしょ難しいなおい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 まだなねいおいあんちゃんあんちゃんよいしょあんちゃんよいしょよいしょバッチャンって言ってるよバッパのママバッパのママないけどね
回ちょっと待って。はい。なんか姫の扱い慣れてきてるから。一回転させたから。フルーツだろ。しもじだわこれ。こういう。キリンが出る。はい。よいしょ。よいしょ。おい。あ、逆だった。ほらほら、まだ。ちょっと待って。きなこの文字欲しいの。あのね、これきなこ。ばあちゃん、ちょっとね。きなこじゃない。きなこじゃない。これは、これ片栗粉。炭酸だめよ。片栗粉。粉が当たんなくなってきた。そうそうそう。下、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 下。ここがついた餅はうまいの。安倍川、安倍川、安倍川餅。安倍川餅はきな粉じゃなかったっけ？なんで記念付き餅ってこんなうまいの？やっぱりね、木のね、あの、なんていうのかな、叩いてるうちに木に熱を持つじゃない、あの摩擦っていうかあれで、それがね、あの餅の方に伝わってって、なんだかっていうね、繊維だかなんだかを壊すんだって。それで餅の成分がちょっと変わる、うん、なんてのなんての信じた俺がバカだったよ。お邪魔に帰りますきなこ餅いただきます。すごいね。うん。俺もずっとめいちゃん撮ってた方がチャンネル増えると思うんだけど。Have to worry, knowing that you're all
tonight.